はい、うなぱんです。今回よりですね、こちらのシーフシュミュレーター2を遊んでいきたいと思います。で、こちらのゲームは泥棒シミュレーションゲームとなっていて、1も、遊んだんですけど、途中でセーブのバグがあって、中断したっていうゲームなんですけれども、それの、2ですね。ですので、今回こそセーブバグとかで、まあ、進行できないようにならないように祈りつつ、すべての物品を盗んでいこうかなと思います。では遊んでいきましょう。あ、毎度の電話っすね。電話出ない丸ボタン。出る×ボタン。じゃ出ない。ああすいません。もう一回電話かけてきてもらっていいですか？電話。はい。あれ？電話かけることできないな、これ。どうやって電話かけてきたんだ？ああ。そういうことやっちゃうから。では、何をやればいいんだ？チュートリアルやればいいのか？まあいいや。チュートリアルなくなっちゃったんで、何をすればいいかわかりません。はい。多分、我が家。で、なぜかお金を置いてる。え？まあ、自分の、我が家のお金を盗むっていう、よくわかんない状況になってますけど、で、カメラをチェック。なんか来てる、なんか来てるよ。ないなんかに包囲されてたんだ、これ。はい、すいませんでした。で、電話取ります。はい、×ボタン、出ます。はい、なんでしょう。もう来るぞ、あと1分ある。あ、盗みに来たのか。あ、で、こうやって、あ、来てると。小屋から物を取り出す。静かに。バール？懐中電灯？鍵？Is not here って言ったけど。あ？走る。何をすればいいんだ？しゃがむの、これね。はい。あ？どこに行けばいいんだ？窓から移動。私はどこに行けばいいんだ？しかも開かなくなっちゃったし、ここ。窓から移動。あ、ここに窓があったんだ。で、どっから出ればいいの？これ。あそこになんかあるけど、裏ゲートから、いや、くる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 全然逃げれないじゃん、これ。おーい、完全に包囲されちゃったよ。え、あいつが、あいつ向こう行ってよ、向こう行ってって。いや、バレるって。よくバレないわ。こんなとこ行って。というかさ、あんた向こう行ってくんない？
よし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 。走るはこれか。あ、これで逃げればいいのか。ああ、よかった。はい。電話に出なかったせいでこんなことになるなんて。はい、必ず出ます。はい、個人番号3。よし、さて、かなりひどい状況に陥っているのは時間は十分だろう。さあ、君は僕の友達で全てだ。この状態から、犯罪組織全体を君を追っている。何ができるか考えてみる。例えば君が何人か怒らせて何軒かの家に侵入して、それから僕に助けてほしいと思う。どう思う？まず102に行き、何かを盗むんだ。誰もいない時にな、バールを使って中に入る。102に侵入。さて、もうチュートリアル行きましたからね。102空き家じゃん。チーフシミュレーター1の時もそうだったな。一番初めは空き家からスタートしたな。あ、これか。ポン。はい。で、ここで壊す。バールで壊して、めっちゃ音でかいな、これ。で、ここで隠れれるんですね。はい。で、おや？こんなところに金庫が。けれども、道具がないとダメなんだ。でも開いてるしね。何を盗せばいいの？ワイン。なんで空き家なのにワインがあんの？フライパン、ティーポット。ポット。あ、この音久しぶりに聞くな。フライパン。けど何？あ？なんか扉の音聞こえたけど、え？空き家のはずなのに、え？隣の家かな？お金ゲット。よし、オッケー。誰もいないよね。いやいや、声聞こえるけど。え？なんか、おーって。あ、はい。いいね、これを売るときは来た。これで僕に金を払えるよね、相棒。質屋まで、車で行ってくれ。はい。同じ近所に115にいる。はい。そう、ガチャンガチャンって、隣でいいんだよね。多分これは、そう。持って、持ち物が多すぎると走れないのか。下ろしてお金があった。で、これ、持ち運びすると怪しまれるんだよな。住人がいると。あ、バックが、右下のバックが赤だから走れないんだ。なるべく軽量にしないといけないですね。なるほど、なるほど。体力ゲージとかあるんだ。なんか、ゼーハー言ってたけど。ここでいいのか？ちょっと一応、駐車場に止めて。ちょっと怖めな人がいるな。
これを全部売ればいいのね。はい、持ってきました。え、3倍価格。今日の注目アイテム。何を売ってんだこれ。はい。あれ？床に置いて、床で話しかける？あー、これでいいのか。はい、売る。ほら、こういうことだ。金は取っておくといい。新しい隠れ家を借りるための資金だ。104から取ってきてほしいものがある。侵入するにはドローンが。ドローン。たまたま103の住人が最近ドローンを、はい、人をマークする方法を学んでくれ。彼がいつもちょっと早いな。会話が早いよ。車の運転下手かお前。下手すぎるだろう、その運転。え？何？邪魔って？いや、どんだけ運転下手なの、お前。おい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 。なんかこれ人を見つけてチェックしていかないといけなかったと思うんですけど、そういうこと？マーキングスキル覚えないといけないのこれ。これだ。あ、はい。3時、軍事時間の15時に彼は現れるはずだ。駐車場で待ち、僕がマークした場所に行ってくれ。はい。15時ね。ここか。103でした。え？15時にマーク1へ。はいはいはい。今が何時？ 14 時55分か。左下に時間書かれてるんですね。はい、15時になった。はい。目はつけたか。あ、これね。はい、マーク。さて、いくつか計画立てよう。彼の次の目的地が表示される。これはめちゃくちゃ便利やスキルだ。計画モード。おー、はい、 R1 ね。これ自分の日誌を確認する必要がなくなった。情報筋によると彼は5時に家を出るそうだ。警報器があるのでバールでは侵入はできない。警報が鳴ってしまうかもしれないからね。鍵のピッキングを。あは、車で新しい隠れ家、コンピューター確認してくれ。車で隠れ家へ。よし、これで外行けると。で、隠れか。はい。いい家なら毎週家賃を払うだけでいい。そんなお金ないと思うけど。コンピューターのところへ新しい世界を案内しよう。これか。ああ、そういうことか。ここで製品を買うんですね。なるほど、なるほど。で、これでピッキングツールを買えばいいんですね。買う。ああ、そうか。何回かやったら壊れるのか、これ。念のために2個買おう。ここでツールが手に入った。必要に応じて102の鍵で練習ができる。103に侵入しドローンを盗むんだ。はい。ピッキングの練習。なんか昔はここら辺で練習できたような、あ、これでできるのか。R2。あ、早い。こういうやつね。で、次は103に、侵入してドローンを盗む。うん。そこまで一旦行こうか。
じゃあ、いつも通り駐車場に停めて、で、住人は、17時から21時に外出、その間にやれと。とりあえず、17時に外出するから、16時過ぎに行けばいいか。で、17時になるから、103から出てくるでしょ？まあいいっすか。21時までにも戻ってくるから頑張らないといけないと。こっから本格的な盗みになるんですね。もう資料ばっかじゃん。セキュリティアラーム、何かアラームつけてんのか。なるほど。まだ21時来てないっすまだ18時か。なんかあった？あ、ないか。これも盗める？で、ドローンってどれ？これか。カメラは無効化できる。アップグレードが必要だ。104の入り口にカメラが。そんな時間ないよ。とりあえず盗めるものは盗んで、これ盗める？あ、重たくなった。これでも走れないか。けど、走れないのを覚悟して、あ、103の鍵、ゲット。これはちょっと持てないな。で、まだあと2時間あるから、あ、お金ある。お金置きすぎじゃないか？このゲームって。あ、で、これで、隠れることができる。はい。他はなんかないですか？おー、あったあった。他はもう全部取ったよな。だから、もうこれ、これもいっかも。ちょっとね、引っ越しやってるんで、帰りますわ。よし。じゃあこれで、また全部。だから怖いんだって、お前。なんでそんな切れてんの？ドローンはこの中に入ってないよな。え、これ。あ、そういうことか。このなんか、メールみたいなアイコンは高く売れるから、あれか、パソコンで売った方がいいのか。だからそれ以外のやつを売って、はい。で、あ、これも売れたか。よし。じゃあ残りは、とりあえず、家に帰って、ちょっとパソコンで売りましょう。
おばあちゃん。え？ちょっとホラーでしかないな、ほんと。よし。じゃあ、これでパソコンで多分高く売れると思うので、これかな？ここで売れる？あ、セットで売らないといけないのか。この色のついてるのはもう持ってて、で、色のついてないもの持ってないか、これ3分の2持ってるけど、小さな花瓶持ってないから売れないんだ、高く売れないんだ。ということは、これを、なんか倉庫的な役割、これ？あれ？ないのかな？倉庫的なやつ。あ、これか。これで、保管しとけばいいと。はい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 。で、あとは、ドローンを手に入れたので、方向機右、ここではドローンを発射できない。なんで？はい、ここら辺で使おうか。はいはい。バッテリー。はははははは。カメラ無効化モジュールを購入。そういうことか。家に帰ってそれやらないとストーリーが進まないと。ただ、今ドローンで遊んだだけ？ドローンテックで、あ、これか。ドローンテックで、アップグレードかな。で、カメラをもう一台無効化できる。ここでいいのかな？あー、オッケーオッケーオッケー。ドローンでカメラを無効にできるようになった。かなり便利になる。104に関するあらゆる情報を、購入して知らぬことがないようにする。こちらから教えることはできない。え、あ、また無料だから全部買おう。うん。で、104の2名だが、2人とも一定の時間に出かける。日誌で確認してみるといい。そこにいてドローンで入口カメラを無効にするんだ。次のステップについてはまた電話する。なるほど。というところで、一旦ここで区切りましょう。はい。というところで、今回はここで終了にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。